サーミ人男性とサーミの伝統的なテントフィン、ウゴル系民族は、ウラル語族フィン、ウゴル語派の言語を話す民族の総称である。フィン系ウゴル系フィンウゴル系民族は、ユーラシア北方の針葉樹林、または、ツンドラ地帯において、狩猟採集とトナカイ遊牧を制御にする民族が、多い。トゥルク系などの遺伝子を持つ、マジャール人のように、騎馬遊牧民族もあった。 フィンランドやハンガリーの住民は現在は文明化されている。ウラル語族のフィンウゴル語派に属す。フィンウゴル系民族はモンゴロイドとコーカソイドの混合人種に属す。東はモンゴロイドの要素が濃く、西はほとんどコーカソイドであり、北欧ゲルマン系の人々と区別しがたい。またマジャール人はウラル山脈から精神する間に、 各種族と著しい根血を経ているため、形質的に周辺諸民族とは区別はできない。ウラル系所族に関連する遺伝子として、Y 染色体、ハプログループ N1 系統が挙げられる。特に、フィンウゴル系民族と関連するのは、N1A1 系統である。ハプログループ N1 は、東アジア発祥と考えられ、ほとんどのウラル系民族で高頻度に観察される。 中国北東部の両画文明時代の人骨から n 1系統が60%以上の高頻度で検出されており、フィンウゴル系民族と関連する串目分土器の最古のものが両画地域の交流久保文化の遺跡で発見されていることから、ウラル系民族はもともと両画文明の担い手集団であったのかもしれない。またマトドナハップログループ Z は極北地域を中心にサーミ人、 フィンジン、シベリア、北東アジア、中央アジア、朝鮮、日本などで観察されており、矮線植体、ハップログループ N1 と同じような流れが想定され、ウラル語族の拡散との関連を示唆するものと考えられる。ヘルシンキ大学法医学部は、北ユーラシアのフィンゴル語系に対する集団、遺伝学の研究を2002年から2008年にかけて実施した。その結果、 フィンウゴルゴ系集団のほとんどが、西ユーラシア及び東ユーラシアの遺伝子プール、遺伝的不動、連続創始者効果の混合を有していることが明らかになった。北ユーラシアのフィンウゴルゴ系集団は、南の集団よりも遺伝的に下のハプロタイプの多様性を示す、一種群であることが判明した。北ユーラシアのフィンウゴルゴ系集団には、分子集団遺伝及び北ユーラシアの北方、 北極の領域への順応によって形作られた複雑な遺伝的変化により固有の遺伝子的特徴がある。ありがとうございます。